おはようございます。おはようございます。今日はね、野平四郎っていうね、あの伊手山のね、西会津から登る登り口に来ました、ね、西会津から登る登り口です。はい、それでね、何をするかっていうと、今日はね、STT でもね、スノートレッキングやっちゃうね。スプリングトレッキングトレーニング、スプリングの向かって、スプリングトレッキングトレーニング、トレッキングトレーニングね、STT をやりにしました。春の山ね、山ね。まだね、断雪がね、結構こうやってね、残っとるけど、まあ、鏡山っていうね、飯豊山の展望台って言われてるね、もう鏡山登るとね、飯豊山の大日岳から本山、そして三国岳、伊保岩山、全部見渡せるんですよ。すごいよ。しかも今だとね、雪がまだ残って真っ白。おうよ、それをね、それを今日はね、連邦見に来るのと同時に STT、 スプリングトレッキングトレーニング、 Yes、 スプリングトレッキングトレーニング、言えたね、それやりに来ました。はい、ね、じゃあ行きますよ。はい、山道歩きやな。山道歩きやで。ぽんちゃーん、駐車場までまだか。もう少しや。もう少し、もう少しといってもな、うん、もうあと2キロぐらいか。いや、そんなにない。いらない。今1個空越えたら、ね、うん、雪解けが進んでますね、ぽんちゃん。先になってますよ、ほらなあ、先や。いやー、ぽんちゃん、暑くなってきたで。もうお日様もな、山の上から出てきておる。うん、もうこの急坂を登ればもうすぐや。ぽんちゃん、あそこな、看板があるやろ。あれはな、原井川山荘経由のな、飯豊山に登る新道の方や。原井川山荘？うん。そこからも登れるの？こっから三国方面に行くんや。ただわてらは今日はそっち行っちゃうで。そっちは新長坂ルート言うてな、うん、今日はこの駐車場の上から鏡山の中間、伊保岩山と上、あの鏡山の中間のね、上の越っていうところまで登って、そっからちょこっと行けば鏡山や、うん、な、うん、ああ、まあまだ残雪で道ないけど、ガーミンあるし、ポンちゃん、はい、じゃあもうちょっと行ってみるで、ポンちゃん。そっちはな、新長坂ルート。道っぽい道はないけど。夏は道ちゃんとあるで。ほら。ピンクリボンあるやろ、そこ。そこ。ピンクリボンあるやろ、ほら。うん、本当や。あれ、そこ道になってるよ。で、その川のとこ降りて、うん、川渡って、うん、ちょっと行くと山荘がある。まあ、泊まろうと思えば泊まれるんやけど、もうお化け屋敷みたいやね。はい。ああ。まあ、野宿よりはええな。野宿よりはええけど、上の方はまだ雪いっぱいだよね、ぽんちゃん。そこ駐車場やな。はい、ぽんちゃん。ここがね、駐車場。うん、本当は昨日ここでキャンプしよう思うとったんよ。上がれんかったね、ここも。ここまで来れんかった。ね。はい、まあ、こんな感じで、ぐるーっとね、今こんな状態になってます。いやー、ぽんちゃん。もうほとんど崖ですね。え？
あの、後ろ上引っかかっておりますよ。枝に苦戦してますね、こちら。こっちからよ、ポンちゃん。こっちから僕来たんよ。いや、ポンちゃん。はい、あんちゃん。ここまで、上の越、来ました。そしたらね、雪崩でね、先進めんね。先進めます。うん。やっぱ雪崩や。雪崩がね、この時期はね、怖いね。うん。この先行くと雪崩が起きそうなんで、今日はここで、ランチ。ランチ。モーニングやな。モーニングしてます。うん、モーニングしてます。モーニングしたらね、まあ帰りますよ。そういうことで。これは無理や、この先は。そうか。あかんよね。これはあかん。なだれる。あそこなだれた後あるな。ほんま。あれは雪転げや。雪転げした。ね。うん、すごい山の中やな。全く山の中です、うん、ね、ぽ、うん、んちゃん、ぽんちゃん、そういうことでね、今日撤退で今、うん、あの駐車場に着きましたけど、コーヒー飲んでパン食べてきました。パン食べてコーヒー飲みましたね。その上はもう雪崩地帯で、うん、雪庇地帯で乗ったら一緒に落ちそうなところやったからやめてきましたね。やっぱりね、雪崩取るときはあかん。あかんな。うん、雪もね、やわやわやしね、崩れやすいしね、うん、非常に危険なんですよ。あれと一緒に雪崩落ちたら、雪崩落ちたらね、もうその春まで見つからんかもしらんな。はい、チャラバイや。チャラバイ。この世とはいチャラバイや。それはいかん。山で死んだらあかんからね。山で死んだらあかんな。まあそんなことでね、あそこにチラッと見えてる。あんちゃん、あそこからこうぐーっとほら、ここ。そうよ。雪解け水やろ、これ。これ雪解け水ね。すごい勢いやな。上からずーっと流れてきてる、ね。流れとる。雪解け水流れてきてる。な。うん、まあ、ええ水や。これが皆さんの命の水になる水源や。水源の水。な。いいよ、いい音や。この水の流れる音はいい音やな。ね、ああ、ポンちゃん。ええ天気になったもんや。空撮っとるで、うん。空見たことかってやつやろ。空がすごく綺麗。ここ、林道の途中なんですけど、現在ね、ちょっと崩落してますね。崩落してて、車はちょっと厳しいかもしれませんね。軽自動車1台ならなんとかなるかなって感じだけど、これ雪解けてからね、普通車は厳しいかもしれませんね。まあそういうことで帰ってきましたね。あ、梵天おった。梵天さんもね、あそこにね待ってますよ。梵ちゃんおりました。梵ちゃんね、梵ちゃん、梵ちゃんおった、ね、STT どうやった、梵ちゃん。スプリングトレッキングトレーニング、あ、残雪残っとって、それからな、あの道がもう全く分かりませんね。そう、あの雪崩のね、雪崩でね、雪崩の跡があって、うん、非常に危険な状態になってましたね。で、山登りじゃない、あれは、うん、が何登り、うん、よじ登りましたな、途中までな。よじ登ったけど、やっぱりさすがにあの雪崩はな、あの雪庇のひどいところの尾根のところがなだれていました。上も立ち向かえんかったな。立ち向かえんかった。あれで一緒になだれたら春まで見つからんパターンやろ。春まで埋まっとる。もう春や。雪解けまで、うん、雪解けまで埋まっとるパターンや、ね、スプリングトレッキングトレーニングは、うん、あの残雪が危ないですな。残雪は危ない、危ない、うん、
だからまあこの時期ね、確かに暖かくなっていいことはいいんやけど、やっぱりこの残雪を見くびると甘い、あかんな。入り口のところもこれなだれておってな、うん、こんな風になってね、これなだれて落ちてね、木がな、もうこうなってな、うん、いつねこの表層がドカンって落ちてくるかわからん状態になっとるんよね。うん、まあそういうことでね、今日はね、途中で帰ってきました。だいたい往復、後でログ見るとわかるけど、まあ10キロちょっとぐらいね。10キロちょっとぐらいかな。10キロちょっとぐらいやと思う。書いてあるやろ。ほんと、そうやな。この上の方に。上？ 7.8 キロやった。7.8 キロね。標高は487メートル。途中から取っとるから、うん、それ。これ停止してもええか？停止してもええで。じゃあ終了。終了。ね。記録を保存して終了しますか？はい。OK。終了してください。はい。お疲れ様。じゃあ、お疲れ山。お疲れ山。お疲れ山。ほら、あんちゃんのお疲れ山。これね。うん、山っぷええやろ？山っぷええな。なあ、面白いよ。鏡山とか小国山出てこんけど。小国山なかったけど。周辺山。鏡山あったよ。メインの山を入れたら鏡山出てきたな。そうそうそう。出る。山っぷさん、小国山もお願いします。山っぷさん、小国山よろしくお願いします。非常に助かってます。小国山、いいですよ。はい、小国山もいいです。とても登りやすくて猫間岳、はい、とってもいいです、ね、そこから見るまた磐梯山が最高綺麗です。押し、はい、沢からのね、はい、小国山、ね、最高。山っぷさん、あれぜひ山っぷさんお願いします、うん、お願いします。じゃあ今日はそういうことで STT 終了。吹きの塔も撮ったやで。吹きの塔もあるで。吹きの塔さんもいっぱい撮ったです。吹きの塔、吹きの塔見るか。見るで。ほら穴開いてるけど、ほらこれが吹きの塔や。わー、ぎょうさんあるな。おいしそうやろこれ。めっちゃうまそう。今日は吹きの塔の天ぷらと日本酒やな。日本酒と吹きの塔の天ぷらとな。そうや。あと吹き味噌作るで。吹き味噌も作りましょう、ね、大量に仕入れました。よかったね、あちゃんと鏡にも今日取れた。今日取れました、うん、もうね、下の方はね終わっとるんやけど。終わっとった。やっぱり山登るとちゃうね。こういうのは吹き味噌です。これ吹き味噌よね。すごい香りやな。いい香りです。ということで、はい、ね、じゃあ温泉行こう、ポンちゃん。温泉行くぜ、ポンちゃん。はい、じゃあさよなら。